アイピーから手紙嬉しかった。アイピーね、アイピーありがとう。意外でしたか？めっちゃ意外やった。 どっちからと思ってたって話してたんですよ。そう、絶対この2人どっちかと思ってたし、しかもあの時行った時に、うん、ね、うん、2人だったからね、手紙で。そうだからいい子してきました。そう、ほんでさ、ゆうちゃんがさ出てきたからさ、うん、手紙ゆうちゃんがそのまま読むんかなと思ったらさ、いや、彼の時もそうでしたからね。あ、そうやな、代読が多いな。そうやね、絶対。あ、来た加藤優香生徒祭2022、まだまだいける、みんな盛り上がっていくよ。そうね、ゆうちゃん頑張って読んでくれて、ね、ありがとう。私の生誕祭誰やろな。確かに誰かな、誰っぽいですか。でも、え、後輩がくれること多い最近。去年は後輩からもらったことないかも。ほんま、よく前もももねとか、あ、ラジオとかも。そうだから今年もゆずはかなって思って、後輩やったら、わかにゃん、この前書いたからわかにゃんとかかなと思ってもらいんこ。そう出ないかも、後輩。いたらハーサとかだったかなとかも思ってたよね。そやな、未来が、あの、一生来ないです、未来に手紙の依頼って。未来来たらもう生誕めっちゃ長なるんちゃう。めっちゃ長いかも、長いかも、終わらんくなってましたよな。あー、でも、あ、果実覚えました、あえて果実覚えました。私も分からんかった、ね、果実って。川端さんからかなと思った、あえて。ねえ、そういうの待ってもいいと思うけどな。確かに後輩からね。え、私は誰からなの。後輩からって嬉しいですね。うん、待ったことない。嬉しい。去年誰だ、アナギサさん。この N で生誕祭できて嬉しい。わかります、これも楽しかった、うん、よかった。私の生誕祭の時は2人いててな。どうかな、それは。お仕事で休むとかないで。と舞台で。舞台の稽古で。10月12日。あ、ごめん、ちょっともう予定あるかも。なんで？はい、10月大事な仕事が。大事な仕事？こんなんもう延期は延期。彼も舞台が。こんな延期は。彼舞台が10月に決まりまして。あ、おめでとう。ありがとうございます。延期な？ん？延期？私の誕生日過ぎてからじゃないと、その舞台はできません。あ、そうですか。はい。わかりました。まあ誰がいないと意味がないです。意味がないですか。わかりました。ちょっと難しい。